あなたの夢に、邪魔します。It's me, very Anna. 彼岸。皆さん、ごきげんよう。ブリアナです。みんな元気にしてた？あーなー、ぬかるみに足取られちゃって一歩も動けないって、そんなふうになっちゃうこと私もあった。抜け出し方、私はね、靴脱いでズボン脱いで抜け出しちゃったかな。うん、もちろんね、二度とその靴とは再会できなかったけど、思い出すことはあってもそんなに後悔はしてないかな。本日は久方ぶりのリネージュ 2M やってまいりたいと思います。なんか私最近放置するの忘れちゃったりとかしちゃうこともあるんだけど、まあ、なんかふんわり続いてあります。何？なんか重い？私のうちの Wi-Fi が悪いのかな。私専用の Wi-Fi ゲットしないとダメだよね、これね。こうやって私は、何？報酬を受け取った、その日の願い。これはね、希少クラスは最低でも出るチケットだったから、ね、あ、ほらね、ね。私はね、このリネージュと M のガチャに関しては、期待というものはね、一切持っておりませんので。こんな感じでね、ログインボーナスだとか、そういったもので手に入るガチャ？そういったものはね、必ず回して、合成に頼っている。皆さんそうなんじゃないの？どうなの？ね。このさ、ショップでさ、こういうの買うじゃない？私毎回買ってるんだけど、このドラゴンバリーのダンジョンの、時間補充席とか、破壊されたなんちゃらとか、そこら辺のアイテムは毎日買っておりますけれども、何を話してたかしら、忘れちゃった。とりあえずこういったものを相変わらず引いて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 合成してあります。皆さんどう？最近お課金なさってる？このリネージュ 2M だけじゃなくてさ、なんていうの？ソシャゲ全般にお課金なさってる？私どうしても欲しいキャラクターがいるときはね、お課金惜しみませんけれども、今ね、おそらくいないんだよね。私最近ね、またポティアンさんにキャラクター戻して、ステータスもね、振り直して
を配置狩りをしておりますけれども、この何ロッティさんもね好きなのよ。好きなんだけど、ちょっとポーティアンさんの方がもうちょっと好き。ポーティアンさんに関してはシンパシーを感じる、なんかこうシルエットっていうのかしら、うん、だもんで、ポーティアンさんをね採用してることの方が多いんですけれども、私ね、あのこの伝説級に関して言えば、妹クラブのこのイノリンさん、イノリンさんにはねそんなに実は興味がなくって、うん、伝説級であれば私はアリアさん、イリスさん、この2名のどちらかに興味津々、まあね、彼女たちに一歩近づくためにはひたすらにこの合成というのをね繰り返していくしかないじゃないかね。慌っちゃった。慌っちゃった。あ、え、何？また私のお家の Wi-Fi？ やったー。あ、何が起きたんだろう。まあいっか。ね。どうしてもね、私のうちはね、回線が良くないんだよね。うん。あ？移動はできたね。私最近ダンジョンをね選択するときはちょっと自分よりレベル低めのところにしてございます。うん、あの効率がね悪いか悪くないかちょっとよくわかんないんだけど、なんかね死ぬの。うん、このダンジョンに関して言えばそんなに死なないんだけど、なんかね他のダンジョンはねどれもこれも死ぬ。うん、もうなんか何回か殴ったらもう私も死んじゃう。おう、皆さんどのようにして攻略してらっしゃるのかしら。まあね、パーリー組まなきゃいけないんだと私めんどくさくて手つけない可能性も大いにありますけれども、皆さん結構アクティブに動いてらっしゃるんだね。ねえ、あの、私の出勤日もね、このピンクムーンだ入ってたんですけれども、まあ、全然プレイしてないので、キックしました。うん、抜いた。うん。ね、一つ空いたらさ、入りたい人また入れるでしょ？ね。なんかまた新しいパッケージ出てるね。ドラゴンの霊薬箱っていうものかしら。な、あ、クラスの獲得権も、なんか物ごっついなんかアイテムいっぱい含んでるよね。紫色の、これは何？制服の最上級、制服の最、制服、どういうこと？高級から伝説まで出ちゃうの？え？細かいな。本当に？出ちゃう？伝説出ちゃうの？このティケット。
わお、半端じゃないじゃないか。ちょっと、一回だけ買ってみる？一回だけ。一回だけだから、1アカウントあたり4回まで買えるけど、私はもうめちゃくちゃに欲しいっていうキャラクターはもう手に入れてるので、でも伝説級のクラス一人くらい見てみたいなぁなんて、そういうのあるの。ちょっと一回だけ、行かせていただこうかな。ごらん、今見た？もやもやとしていたでしょ？ちょっと待って。ちょっと待って。ヤコトシっていうのかしら。ここら辺から引かせていただいて。もう、役を落としてから、引かせていただこう。英雄級クラスが来ちゃったってこと？本当に？あ、そんなに甘くはないみたい。うん、もう一度。うん。なんかちょっとほっとしちゃうぐらいな。これがデフォルトだよな。うん。役が落とされていく。うん。もうなんかもう召喚の演出なんてね、もうスキップしてるからね、私。動画の見栄えとか、そういうのいいから。この紫色の。あ、やだ、ちょっと手が震えるな。あ、期待とかしてなかったから、私。なんか私のパソコン、ふわーって、ずっとふわーって言ってるんだけど、大丈夫かな？限界来てる？扱いが悪いのかしら。結構大切に使ってるつもりなんだけど。ちょっとね、重たいことさせるとね、こう。ちょっとね、カコカコ言っちゃうんだよな。大丈夫かしら。ちょっと一回、休ませようかな。あ、休ませます。あ、いや、なぁ。それじゃ、本日の動画はここまで。私、ブリアのゲームの実況だったり、お食事をしたる姿。アクティブにスポーツのようなことにチャレンジしている動画もアップしてまいりますので、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。次回の動画まで、みんな、いい子にして、待っててね。バイ、うん。